フェンディはイタリアを代表する世界的ファッションブランドである。ローマを本拠地とし、フランスの LVMH グループに属する。1925年ローマにて創業。当初、毛皮工房であった。1990年代に一時経営難に陥るが、プラダと LVMH の合弁会社に買収されて再建。その後、プラダが保有した全株式を LVMH が取得し、LVMH グループの一員となった。ブランドアイコンとして、縦縞のベカンや F を組み合わせたダブル海図カ、文字盤にカラージュエリーを埋め込んだ美しい時計、クレイジーカラットがよく知られている。現在では、毛皮、バッグ、靴などのレザーグッズをはじめ、服飾、サングラス、宝飾品、時計など、広い分野をカバーしている。 展開商品は女性向けのものが多数であったが、2000年代後半から男性向け商品についても展開を本格化させている。婦人服、ファー製品は、シャネルと同じドイツ人のカール・ラガーフェルド、新士服は創業家のシルビア・フェンディがデザインしている。2020年9月、キム・ジョーンズが、フェンディのクチュールとウィメンズウェアのアーティスティックディレクターに就任。ローマ、ミラノ、 フィレンツェなど主要都市。ニューヨーク、ボストン、ビバリーヒルズ、ラスベガス、ヒューストンといった大都市のほか、リゾート地のアスペニア、コスタメサ等にもある。フェンディ銀座シックス・店、フェンディ神戸店、ありがとうございます。